はい、スーパーマリオ RPG 続けていきたいと思います。で、今日桃鉄ワールドが発売されました。で、その次の日、この作品のリメイク、スーパーマリオ RPG が発売されます。やべ、デスキラーは本当に運だからな、当たるか当たらないか。できるなら発売される前にこれクリアしたかったけれども、 100% 無理です。通常攻撃なら1000与えてもダメかい。どこまで与えるや、通常攻撃で死ぬのかやってみよう。カロンの通常攻撃の無双すさまじい。うん、後ろのが雲散武将やら使ってくるから先に消しとかねえとな。まだこっからラスボスに行くまで、ボスが2回出てきますからね。うわ、こいつか。沈没船の中では全くもって勝負にならなかったけど、炎の壁
押し忘れた。やっと倒せた。ドリルクロウ、クッパのやつね。さーてと、この距離で こういうあれがあるのかい。まあ、やっぱりするし、しかも倒せねえのかい。まあ素直にもう逃げたら早いわ。そこか。まだこれならいいわ。これでやってくっちゃね。ひとまず進むたんびにセーブ。何が今出てきた？フラワーか。
6枚エグゼ6思い出すな。5か。ダークインビジオ。使って。シャドウカオス。ねえ。食い気に。どうせまた失敗するから。ロイヤルシロップ。ケロケロドリンクってなんだっけ。全員全回復ねえ、もう最後の最後で、ね、you
ソニックシンパル。おいらパズルマニアのカルって言ったんだ。この部屋のテーマコイントリー。説明聞くか？もう知ってる。あ、4枚まで取れるんだ。どうぞ。この部屋のテーママジカルスイッチ。これは全部押した状態にすればいいわけです。隣同士がスイッチをひっくり返るんで。でもそれが意外とむずいんだよな。こっちもデタラメにやってたらできたっていうだけなんで。まあなんかやってりゃできるだろう的な感じでしかやってねえもんな。ほんとクイズノックならこんなん簡単にクリアしてくんだろうな。むしろ選ぶのはこれっきゃねえ的な感じで。なんか知んねえけどできたと。ま、昼、ふふ、おめでとう。ま、昼飯前だったかな、うふ。この部屋のテーマ、ボールソリティア。で、こいつは、ボールをすっ飛ばしていって、そのすっ飛ばしたボールは消えていき、最後の一つになれば OK というゲームです。まあなんか知んねえけれども、さっきの二つが言ったんで、こうやって一つずつ消していき、あれ斜めにはすっ飛ばせなかったっけ。
まあもうこの時点でダメになったっていうのはわかるけどな。最後の悪あがき。これがな。もう取れないね、残念でした。要は、これのやり方は、孤立させないことなんだよな、遠目に。これもまたもう取れないのかって、こいつがどう考えても孤立する。で、孤立させないためには、多分ここまでは OK なはず。ダメだ。3回目。これもな、クリアした記憶あるかなっていうか、クリアしたっけか自分これよって今更ながらに思ってしまう。で、最終的にここに一つボールが来るようにできればいいけど。
で、こうすると、もうこっちが、また一つ、また二つ残る。また結局残るのは同じか。こっちに蹴飛ばせないもんな。しっとりっちゅうね。さあ、6回目。これでダメならもうパズルコースは諦めよう。アクションとバトルにしよう。はい、もうダメです。ジャンプはできねえのか、前の。コンピートは
要するに立体版ドンキーコングってわけか。超ビンタグローブだ。ま、こんなんあってもフライパンの方が攻撃力高いからいいんですけど。さあ、あとはバトル。バトルの相手は同じか。
まあ経験値欲しい時だからな。魔法攻撃、魔法防御をデタラメにレベルアップの時のボーナスで選びまくった結果なのか、ウィルオウィスプダメージ1だったけれども、逃げた。ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、海外水魚の水魚松、雲魚松、フライ松、クーネルところに、このパイポパイポパイポの修輪台、修輪台、修輪台の風輪台のポップピーの、ポンポン、あの、超救命の長介、多分随分抜けてると思いますけれども。
ターガン。スターガンはジーノの最強装備です。武器の守りをもらってやった。うん、うん、おお。ピーチは空を飛べます。ずいぶん前、ファミコンの USA の時代から設定されているやつ。でも実際にあれ、ピーチの設定じゃないんですよね。ここ、カジオ様の城、お前たち侵入者倒産。ジュージュカメザード。おやおや、クーパー様、おはようございます。私一人でどうにか城までたどり着いたのですが、どうやら魔法をかけられてしまい、今まで何をしていたのか全く覚えておりません。何か失礼なことを。もうや、赤かった時のことは全て水に流す。しかしお前も大事なクッパ軍団の一員だ。ここで会えたのは心強いぞ。ありがとうございます。見ればあなたあのマリオはじめ頼りになさそうな部下たちですね。ここは私もお手伝いさせてもらいましょう。最近覚えた魔法でございます。ただより高いものはなし。この宝箱は永遠にコインが出続ける魔法の宝箱でございます。好きなだけいただけば、じゃんじゃんバリバリコイン取り放題でございます。私はここで待機しております。ま、でも955だからな。どうしました？またミーのお宝欲しい。この子の子供がいないと全然ダメだもんね。しかしミーも忙しいですから。
確かに。通常攻撃に対しての防御力は半端ねえけど。アディオス、アミゴ。さあ、最初にクッパと対峙した場所に来ました。ん、そちらがマリオじゃな。ここまでたどり着けると恐れ入った。拙者出番がないと思っておったぞ。ほほう、威勢がいいな。しかしここより上には行かせん。拙者過剰感の新鋭隊長ブーマーなり。いざ勝負。ワンワンを攻撃するっていうことは今回はできません。
やっぱりそうか。青い時は普通の。すぐこんなひよこに負けるというのか。九条様の野望達成を目前にして倒れるというのか。持病の尺が情け無用じゃ。拙者も武士の端くらい散り際は心得ておるわ。シャンディウォードの落としてくだされ。さらばのアコードたちよ。こんなに高かったっけ。ブーマーちゃん、かわいそうなブーマーちゃん。でも大丈夫、あなた丈夫だから起きても平気よ。じゃ、マリオちゃん、今からあなたたちを最上階まで導くよ。所定の場所にさっさと移動して。カットバスから落ちないようにね。行くよ、ソーリー。いきなり音楽が。だんだん乗ってきたよ。スピードアップだ。それさ、作業会に到着します。衝撃に備えてシートベルトを。いやいや、このシャンデリゴにはそんなもんなかったのだ。じゃ、とりあえずここまでにしておきたいと思います。と、まだこいつがラスボスじゃないんですよね。あともう、一体います。では、失礼します。